フルートドクター、どうも皆さんこんにちは、モリーです。今回はね、こちらのフルートドクターというゲームをやっていきたいと思います。これはね、なんか果物を手術するゲームらしいですもう意味わかんないよね。もう意味わかんないんだけど、まあね、昔のね、僕の夢が、まあ手術をしたい、医者になるっていうのが夢でした。すいません、嘘ですめちゃめちゃ嘘です。実はですね、僕ね、医者というか、なんか血を見るのがめちゃめちゃ苦手で、ドラマとかでもさ、よくさ、医者の系のドラマとかあるじゃん。あれとかの、手術とかでも、もう見れないんだよ、もう。うわーってなっちゃって。だからそれくらい、もう血とか手術とか、まあそういうなんか人がなんか痛そうなところを見るのがめちゃめちゃ苦手です。ということで今回は、果物をね、手術していきたいと思います。まあ人間じゃなく果物だったらいけるんじゃないかと思いまして、今回はね、こちらのゲームをやっていきたいと思います。てか、一体果物を手術するってどういうことなんだろうね。早速やっていこうか。ゲームスタート。あ、なんか早速始まったぞトマトがなんかやられてる。あ、このあれかな、ナイフで切ればいいのかな。あ、できたできた。あれ、これでいいのかな。あっなるほどね。このリンゴさんは何の病気なんだろうね。まずこれをお腹を切って、これでジグザグに、何これ、あ、これで縫えばいいってこと自分で穴開けといてすぐに縫うって、何もしなくていいの中身。まずはどういうこと。あ、もう縫ってあるんだ、これで。は、バカ簡単じゃねえかよ。これで82円もらえんの俺医者になろうかな。おっと、次はバナナさんだね。これは何だ。これは何をやるんだ。あ、このなんか変なやつを取り除けばいいってことなんかな。あ、そういうことね。なるほどね。食べさせてあげようかな。口の中に入れようかな。まあ、一旦こいつを取ってって感じだね。え?65 円もらった。おい、めっちゃ喜んでるこいつ。俺こんな単純作業でこの人にめっちゃ喜んでもらえてるな。いいな。なんかこれさっきと一緒じゃないか。気のせいか。一旦ちょっとお腹失礼します。うわ、なんかいっぱい、なんか、あ、いるわ、なんか虫みたいなやつ。うわ、やだ。あ、で、これでまたここをやって、閉めればいいと。めっちゃ簡単。で、これは、これを取って、引っこ抜いて、OK。で、ここを真ん中を開ける。あれ?あ、あった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 。これを、こっちに抜いて、で、ここでナイフで、切り落とすと。OK? で、これの何なんだ?あ、これで、なんかゴミみたいのを取って、OK かな?で、これで、よし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 。いい感じ。バカ簡単やん。あ、この人は、あ、横に切るんだ。初めてのパターンだな。横、失礼しますね。横っていいのか?医療的に。なんか、真ん中をグッてやるのわかるけど。え?これで終わり。切っただけ。切っただけ。あ、なんだこれ?おい、手術の後、絆創膏でいいのか?絶対ダメだろ。お前、喜んでんな。お腹切って、縫って、絆創膏貼るって。何やってんだ、これ。あ、これは何だ?あ、押せってこと?押して、あ、押してなんかニキビみたいなのを潰すみたいな感じなのかな?で、ここでやって、このなんか気持ち悪いやつも、こういう風に取って、で、ここを縫い合わせて、OK。なんか難しいやつが来てほしいな。なんかさっきか同じ作業しかしてないからさ。まあ、このさ、あ、なんか違うの来た。何やるんだこれは。あ、これを一つずつどかすみたいな感じね。なんかさ、米粒をどこかに移動するゲームみたいなさ。なんかそんな感じだな。すげえ。地味にでもね、難しいかもしれない。よいしょ。マウスが全然言うこと聞かない。オッケーオッケーオッケー。で、これ何なんだろう。これ種を取ってるんかな。食べやすいように種を取っているって感じなのかな。そういう感じ食べられるようにこの子たちは手術してくれてるって。めちゃめちゃいいやつやん。よし、これはなんだ?これは多分腐っちゃったところをこの注射で取り除くみたいな感じか。あ、なるほどね。で、ここもお腹を切って、あ、種をね。種なしのリンゴになるために。なるほどな。確かに種なしとかの方が高いもんね。そ
そうだよね、売るときにはね、やっぱね、何でも種なしとかはね、売るとき高いからね、多分それを理想としてこのリンゴちゃんは手術を申し込んだんだろうね。すいません、僕も種なしになりたいんですっていう感じで種なしと種ありだと全然売れる値段が違うんですっつって、種ありだと1個100円なのに種なしだと200円になるんですとか、そういう感じなんだろうね。絶対違うだろうな。うわ、なんだこれ、パイナップルさん、なんだこれシミを消してるのかな、これで。オーケーオーケー。で、これで注射で、ここのなんか変なのを取り除いて、で、終わりかな。オーケーオーケー、なるほどね。お、バナナが、なんだろうこれ。あ、こ、け、え、なんだろうこれ。なんかヒゲが生えてるのを、このヒゲ剃りみたいなやつで取り除けばいいってこと？バナナってヒゲ生えんの？めちゃめちゃ謎なんだけどさ、こういうさ、なんかさ、腐っちゃったとかわかるよ。多分腐っちゃったのを注射で取ってるってことなんだよね。それも意味わかんないけど、それも意味わかんないんだけど、バナナにヒゲが入るってどういうこと？よし、トマトは、これは、横に腹を切っての、あ、なんかトマトの分身いるんだけど。何これ。お前、子供いたのか？あ、なるほどね。これは子供が生まれて子供を取り出すってこと？あー、お疲れ様、お疲れ様、頑張れ頑張れ、ひ、ひ、ふぅ、ひ、ひ、ふぅ、今出すよ、今出すよ、取り出すよ、よし、よかったよかった。で、ここでお腹をきちんと閉じて、よかったですね、元気なお子さんが生まれましたよ、よかったよかった。あ、これはきちんと色を落としてからの注射で腐ったところを取り除いて、OK かな。 OK でもいいね。お、ヒゲ剃りをして、もうだいぶ慣れてきたね。ヒゲ剃りで、でヒゲを剃ったら、この注射で腐ったところを取り除いて、でこれナイフで切って、お、これなんか増えてきたね、結構動作が。で、無駄なこの種を取り除く、これ種を取るの結構難しいんだよね。種を取って、よし、で、ここで糸を、お腹を糸で元通りにして終わり。いいね。あ、120コインもらえる。ありがとう。てかさ、今思ったんだけどさ、この1351コインでさ、何ができるの？あ、これショップって書いてある。何が買えるんだ？お？え、なんだなんだ？は？普通に始まっちゃった。で、このショップっていうの何なんだろう？あ、もう、ちょっと待って、ちょっと待って、そういうことか。そういうことか。ちょっと待ってね。これ、あれか。ここが自分の部屋なんだ。なるほどね。ここが自分の部屋で、自分が貯めたお金を使って、自分の部屋にいろいろなものを置きますよっていうことなんだ。なるほどね。今空気清浄機なのかな、これ。でも結構質素の部屋だから、すげえ俺だったら何が欲しいかな。まあでもやっぱり医者になるときって結構勉強とかが大切だと思うんだよ。だから多分本棚とかね、結構必要だと思うんだよ。そういう調べたりした本とかを入れる本棚。なので多分今回買うのはね、本棚だと思うんだよ。ちょっと買ってみようか。いくよ。待て、時計なかったのかお前。それは、それはちょっと問題じゃないか。時計はだいぶ、だいぶ部屋をまず作った時に、時計ってだいぶ最初に必要なものじゃない？いや、マジ、時計を、お前空気清浄機の前に時計もっと早く買えよ。てか、時計移せ！